ベイパークウェイ駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ウェストエンド線の急行停車駅で、ブルックリンクベンソンハーストのベイパークウェイと86丁目の交差点にある。終日 D 系統が停車する。以前は、ベイパークウェイ -22 番外駅という駅名だった。高架駅舎と構造南東側の階段ベイパークウェイ駅は、島式ホーム2面3線の高架駅で、 1916年12月29日に開業した。中央を走る急行線は現在は営業運転で使われていない。どちらのホームも緑色のフレームと支柱で茶色の屋根が掛けられ、中央には緑色の風防がついた木製ベンチが置かれている。ホーム両側に風防型の駅名標と丸い街路灯、それに信号呼気書が設けられている。 ベイパークウェイ駅は1987年から2010年までラッシュ時に運行される M 系統の終端駅であった。どちらのホームにも M 系統が中央の急行線に停車すると書かれた案内板があるが実際には観光線に停車する。これは駅の北側に急行線に転線するためのポイントが設けられていないためである。駅の南には二つのダイヤモンドクロッシングが 設けられており、M 系統の折り返しやマンハッタン、方面各駅停車に変わる際に急行線に留置するために用いられていた。ベイパークウェイ駅では高構造の上にコンクリート構造が設けられていることから、2005年7月6日にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。2012年に2009年アメリカ復興、斎藤司法に基づく資金拠出を受けて、 改装工事が行われ、エレベーター3基が設置された。駅舎はコンクリート床の構成で、ホーム及び線路の下に設けられている。各ホームから2本の階段で降りると、待合所とホーム間連絡通路があり、自動改札機が並んでいる。改札の外には、トークンブースと4本の階段があり、ベイパークウェイと86丁目の交差点の4つ角の どこにでも降りることができる。かつては駅舎の四面に窓が設けられていたが、現在は西側以外の窓はタールで埋められている。ありがとうございます。